こんにちは、斉藤商会の斉藤です。今日はですね、例えば輸入車とか、それから、まあ、国産でも、もうあの日本でパーツが入手しにくい、まあ、古い車とかちょっと特殊な車の部品の入手方法、そういうのを、ちょっと解説してみようかなと思っております。まあいろいろあのやり方あるんやけど、まあ例えばね、国産の車があるとするじゃないですか。平成22年のエルグランドがあったりするじゃないですか。そうしたらその車検証のデータを部品商さんにお伝えして、でそれのフロントのディスクパッドが欲しいって言ったら、フロントのディスクパッドっていう形で部品が入手できるのが、まあ通常簡単な流れね。ところがまあもうちょっと古い車とかになってきたりとかして、ダトさんの510のブルーバードのフロントのディスクローターが欲しいですってなった時に、じゃあ日産がもう、いやこれもう生産廃止ですっていうことがまあ日常的にあるわけですよ。それとか海外の車やね、まあアメ車とかイギリス車は比較的簡単なので、まあこれなんかが一番探しやすいかな。国内にある部品商さんも、外車の部品商さんあるから、そういうとこから入手するっていうのがまあ一番手っ取り早いんだけど、まあ、そういうところがもう取り扱いができません。パーツがもう生産廃止で入手できませんよ。あるんやけど本国取り寄せで納期が2ヶ月とか、まあ、そういうようなことがまあ往々にしてあるわけですよ。そういった場合になんとかこれをお手軽に取る方法ないですか。こんな話でも昔やったよな俺。やってんね実は。今もこのネットがあるからね、スマホでもいいけどパソコン使ってちょっとやってみようか。アメリカにね、パーツのそういうショップサイトがあんねん。簡単に言えば、日本でいうところに、まあ、巨大なオートバックスみたいなのがあって、カタログがまあ入れてみたら、ここで見れるわけや。で、一つの例として、例えば、じゃあ、ロックオートっていうサイトがあるから、そこへな、これ例えば、検索するやん。はいと。ほな、こうやって、アメリカのこのサイトが出てくるわけですよ。で、これ、開いたら、でこれアルファロメオのサイト行ってみようかいなっつったらアルファロメオ出てくる。でこれがもう何年式やった、例えばまあ1973年式とかな、GT ベローチェ、まあこれの、ブレーキとかホイールハブシステムはあるわな。こういう、まあ、例えばエンジンの中で、オイルフィルターが欲しいなとか、そしたらこう出てくるわけですよ。と簡単やん、これポチッとなしゃ買えますがな。決済はカードやけど、日本じゃ入手できないかもしれないバーツが買えますよ。質問があります。フォルクスワーゲンのビートルのワイパーブレードが欲しいです。錆びてます、うん、取り替えたいんです、うん、でもショップ行ったら2万円って言われました。あ、だからまあそういう高いやつあるよね、はい、でもそれをなんとか安く入手する方法っていうのもまあ何通りかあるんじゃない。まずその高いのは何でか言ったら多分純正部品だわ。純正部品です。純正部品、じゃあ社外品探したらいいんだろ。はい、例えばアマゾンで探したらええやん。とニュービートでな。ニュービートで、とこれは簡単だろう多分。ほら出てきたやんか、はい、で君が探してた、2万円って言ってたやつがまあ1700円で売っとるやん。これ純正部品が全てではないんですよ。社外部品っていうのがありまして、今有料パーツって言われてるやつですわ。どうやんねん、フルツワーゲンあった。2014年とかで、ビートルないね。あ、甲虫ってあるわ。これやろ、ビートル。甲虫って書いてある。ワイパーブレード。あ、出たね。531円。671円。さっきの1700円のまだ安いな。でな、これ、例えばロータースエリーゼとディスクパッドと、これはまあ社外費ばっかりやね。まあだいたい1万2万何がしとかそんな感じやね。これと同じことを、これアメリカのアマゾンです。ほんでポチッとなしたらこうやって出てくるわけですよ。日本のアマゾンで1万9000円から3万ぐらいの間やったやろ。4分の1、海外から部品取り寄せたりする方が安く手に入れられたりするパターンもあるっちゅうことですよ。あの皆さん気をつけなければいけないのはね、これには送料がかかります。
どんな送料がかかるのかっつったら、まずアメリカから、まあ、部品取るとするやんか、はい、アメリカから日本までの国際送料がかかるよね、うん、で日本へ入ってきたら、僕のところは京都やけど、京都に発送するための送料がかかるのよ。二重の送料が、二重っていうか二通りの送料がかかったりするのよ。でそれに関税、消費税などの税金がかかります。でこれワイパーブレードやから、多分郵便とか、もしくは FedEX とか DHL とかの航空便とかで届く可能性高いけど、航空便そんな高くないし、時間もそんなかかんなかったと思うわ。だこれちっちゃい部品やからいけるけど、例えばこれが車のボンネット送ってくださいねとかなったら、まあ、あの航空便で送ってくれることはまずないし、船便やって3ヶ月ぐらい普通にかかる。そうなんです。かかります。送料もバカにならないです。エルカミーノのリアゲートを前送ってもらったら、送料だけで15万円でした。リアゲートはいくらだったんですか？15、6万ちょうどかな。倍？まあ送料と部品代が同じぐらいしてたな。日本じゃ手に入らないよ、もちろんな。あ、なるほど。日本じゃ手に入らないから仕方がないから海外から買ったけど、はい、ワイパーブレード何本ぐらいだと思います？ワイパーブレードの送料多分 2,3,000 円じゃん。よう考えてみよう。君が自転車で誰かに頼まれてさ、大阪まで持って行けやって言われてさ、ボンネットどうやって持っていくのよって話になるやん。レンタカーチャーターせなあかんやん。あの自転車に持っていかれへんやん。ワイパーブレードやったらポケットに入れてね、大阪までチャリンコやる前、バイクでミニバイクで行ったって、まあ、行けるかもしれへんけど、はい、同じようなことですわ、それは。言うてみたら、そうやって考えれば別にね、おかしな話じゃないよ。15万か。いやでもこれは仕方がない。アメリカとかイギリスから送られてくる送料は比較的マシ。でもヨーロッパは気をつけないともっと大変。あれね、ヨーロッパから部品を取るのは非常に難しいです。あとオーストラリアから確立してるルートがね、ないのよ。ちゃんと個人輸入みたいな形になっちゃう。例えばね、ポルシェの部品ドイツから買えると思うやんか。ドイツから買ったらめっちゃ高いで、しかも取れないと思う、簡単に。正規ルートでないと。正規ルートっていうのは、例えばメルセデスの部品を柳瀬がやってるったりするやん。な、柳瀬経由の部品屋さんを通して買ったりする。多分ドイツにもあるんだよね、そういうスーパーオードバックスみたいなところがあってさ、そこがまあ出してくれたりするかもしれへんけど、海外向けにそういうサービスを行ってるとこ案外少なかったりするんだよな。フランスから部品、シトロエンの部品取りたいなって思っても、フランスから出てこなかった、ベルギーから出てきたりとか、ポルトガルから出てきたりとか、そんなことがあったりするわ。それ調べてったら分かるんやけどね、なんか事情があるんでしょうけどね。ヨーロッパ、欧州車の方がやっぱ日本って多くないですか？ベンツも含めて、フォルクスワーゲンとか、ボルボとか、うん、だからまあ、メーカーが案外その牛耳ってんじゃない、部品の部分も。まあ、そう思えば別に納得よ。でも僕は自分でベンツを直したいんですと、パーツ自分で取りたいです、ワイパーゴムを、うん、どうしたらいいですか？ドイツ行って買えやん。いや、そんなできないです。インターネットで頑張ってください。調べろや、俺みたいに。いやだ、ロックオート以外ないですか？で、それ調べたらあるやろ。あの、俺忙しいんでな、人文でやることもあるけれども、こういうの長けた人がいるんで、まあ、そういう人にお願いしたりとかするの。あの82年のメルセデスの何々の何々で車種ナンバーこれでって言うて、何々が欲しいって言ったら、それで動いてくれる友達というか知り合いがいるから、そのお願いしたりすることの方が多いよな。今何かって言ったら、まあ僕らが通常業務でやってる、まあこんなこともありますよの触りの部分だけやんか。それでも見つからない、自分の力ではどうにもならないって言ったら、もうプロに任せ、プロに任せましょう。そこは結論はそこか。まあプロに任せましょう、間違いないかもしれない。例えばまあ、あのネットの恐ろしいところ、例えばお金振り込んで、品物送られてこない、ざらにあります。へんてこりんなサイトにアクセスして、僕もたまに引っかかってますわ、はい、この間も BMW の部品買おうと思ったら音信不通になりよった。うん、まあ、3万円ぐらい返ってこないですわ。そんなこともあるよね。あとまあ、初めてお取引するところなんかは、まあ、日本語に通じるところであれば代引き決済をしてもらうとか、保証のついたサービスを使って決済をすると、そういうことを考えないと、まあ、しくじることもありますよと。このロックオートさんっていうのはもうプロ専用ですか？日本の誰でも買えるよ。誰でも買えるんですか？うん、ここ以外なんかないですか？サミット、サミット、うん、サミットっていうのがある。まあ似たようなもんや。サミットレーシング。サミットレーシング。これサミットさんのページ。ほんでこのマークをポチッとなするやん。今これ英語を日本語に翻訳します。そしたらもうこれ日本語に翻訳されてるから、これ
かめっちゃ簡単やな。送料無料、日本にも送料無料で送ってくれるのか。99ドルを超えたら送料無料国産のホンダの古い車とかのね、シビックの古いやつとかの、まあ、ヘッドガスケットがないんですよとかいう話になった時に、意外にアメリカとかには売ってたりすることが、まあ、そんなに高くなかったりで買えたりとか、日本で手に入れることはほとんどもう無理に等しいわ、ね、無理やったらこれ以上はもうプロに任せてください。まあプロに任さられても我々やることも似たようなことなんで、だこれ棚明かししてんだよ。でまあお困りの人がしょっちゅう電話買ってくるわけですよ。この部品がないんやけど何とかなりませんかって言うてね、日本で探しきれなかったら海外のサイトからっていうのを一つの手じゃないですかっていうお話でした。もっとこんな面白いサイトある、いいサイトあるよっていう人がいたら、ああそういうのを逆に教えてほしいよね。コメント欄に、でコメント欄にあの このサイズ行ったらもっと簡単で分かりやすくて、あの安くて手に入りますよとかあったら教えてください、ぜひ、まあ、それはよろしくお願いしますよね。ということで、まあ、そういう、部品を海外から取ったりとかするお話でした。ありがとうございます。